とさ気になったんだけど、今マリナンとゆうちゃんすごい今仲良しな感じがした、うん、仲良しな感じ出てるでしょ、すごい仲良しな空気を感じて、私石川ゆりのこと知ってますよみたいな、うん、そうっていう空気を感じて俺ちょっと今寂しくなったんですよ、あ、ごめんね。どうなの、中の人というかその声優業としての関係性というかさ、うん、家族だよね、まず、あ、ご家族の家族、家族お姉ちゃんですか、家族、お姉ちゃん、ご家族って言わされてる感じしてたけど、ね、いやもう幼馴染であり家族の、そうなんですよ、あーそっか、常に一緒に戦ってます、そうそう、そうだよね、まあなんか巨人と戦ってるんだけど、巨人と戦ってるんだけど、そうだよね、でもなんか作品は長いのもあるけど、うんうん、やっぱりちょっと特別な作品で、うん、やっぱりなんか一緒に戦ってきた仲間っていうのもあるし、本当にいろんなことを一緒にしてきたので、地方行ったりとか、うん、イベントやったりとか、活動が多いんだよね、そうですね、イベントとかでも結構ご一緒しますし、うん、そりみんなで舞台挨拶でなんかいろんな各地巡って、うん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 、で大体みんな夜に集まってなんかご飯食べたりとか、はいはいはい、人狼大会したりとか、そうそう、そういうことばっかりしてる。なるほどね、じゃあ普通のその仕事仲間としての関わり以上に、うん、その深く関わるような、うん、そのお仕事というか、うん、派生されたそのイベントだったりとかっていうのが多かったっていう、うん、多いよね、うん、そうですね、食事会もやたら多いもんね、そうですね、確かになんか集まる機会がとにかくやたらめったら多いチームで、うん、あ、そうなんだ、こう結構なんかこうアフレコが開く時もあるんですけど、うん、やっぱり今はね、でも、そう、でもその間に結構コラボとかでもちょいちょいこうやっぱ会う機会はありますし、うんうん、どういう話するの、そういう時何してるっけ、何するんだ、何するかな、いやでも作品の真面目な話もするよね、もちろんもちろんそれもありますけど、今後どうなるのかなって話もするし、うん、今後どうしていこうかとか、うんうん、なんか真面目な話からたわいもない、たわいもない話とか家族の、ゆうちゃんの家族最近どうみたいな、ほんと親戚みたいな会話だね、そうそうそう、そう、どう最近お兄ちゃんどうなのみたいな出ました、そう話とか、むしろそっちはトッシーとちゃんゆいの関係はどうなの、俺はね、アイカツかな、そうですね、一番最初、はい、でもやっぱアイカツってそのキャストさんすごいいっぱいいるし、うん、でその中でもやっぱ男キャストってすごい少ないから、い、ね、うん、割となんかこう男キャストは男キャスト2、3人でずっと喋ってるみたいな、女子のそのに入っていけない感じが、そうで、まあ、いけそうなのに、でまあ、そんな中でもなんかこう女性キャストさんの中でも結構話しかけてくださる人とかも結構いるので、うんうんうん、そういう人とは喋ったりするんだけど、うん、俺ゆいちゃんとあんまり、だから俺一番最初に会った時俺嫌われてんのかなって思ってた嫌ってたの、何したトッシー言ってみな、そう、俺なんかしたかなってずっと思ってた、俺じゃ言ってみな、何したのトッシーがひどいよトッシーやめてよ、ごめん、あの何もしてないつもりなんだけどごめん本当何もしてないですよ、あのでも先生キャラクターで、私たちはこう制作キャラクターで、ね、がっつりあんまり絡みとしてはそこまでなくて、うん、そうね、で私も人見知りなんで、ね、仲いい子たちとはすごい喋るんですけど、うんうん、どうしてもでもね、ちょっとあのお話しかけづらいなと思っちゃって怖かった、いやでももうトッシーさんって、はい、勝手に呼んじゃうぐらいで、うん、トッシーさん尊敬してますもう完全に言わされたじゃん今っていうか俺が言わしたじゃん、なんか知んないけど、じゃあ今日そのね怖さをちょっとほどいて、そうですね、あのなんであの、うん、付き合いというかその作品で共演した歴としては長いはずなんですけど、うんうん、はい、あんまりお話しした機会がないので、あ、じゃあちょっと今日ぜひちょっとだんだんこうね沈黙を深めて、怖くない、大丈夫だよ、本当にあの本当に睨まれたりすると俺すぐシュンってなるさあということでね、オープニングトークそこをそこにしましてですね、はい、チャンネル登録してない方、ぜひね、今ポチッとチャンネル登録もぜひねよろしくお願いします、お願いします、押していただいて楽しんでください。